あれこれ前回絶望エンド、これ前回絶望エンド思うじゃないですか。え、お、あ、犬座要素いないですね。なかった、はい、無理だ、もうやめようこの企画。え、見つけたのシャーク。え、だから裏では何もやってないですよ。ああ、なんだ。ああ、いいわ。それ希望があるみたいな言い方をね。いや、まあ、いや、ありますよ、希望は。希望はあんの、ね、ありますよね、希望はある。どういうこと？俺ら見出しましたよ。いや、何で思いつかなかったんだって。確かに。え、何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 、F3を見る。いや、違う。ロケットでもない。あ、わかった、スラッシュロケット。あ、違うの。これ、何で思いつかなかったの？え、何、何、何、待って待って待って、言わないで言わないで、うん、導こう。え、絶対要塞を見つけれる。いや、まあ、絶対じゃないけど、絶対じゃないけど見つけやすくなる、大幅に。見つけやすくなる、世界変わる。え、誰一人気づかなかった？なんで気づかなかったんだろう。え、あの、シャー君がこないだやってたあのチートじゃないの？いや、違う違う違う、そんなんじゃない、そんなんじゃない。え、もっと正統派？もっと正統派。あ、正統派なんだ。え、移動できるようになる系、うん、まあ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 、そうよね。え、ちょっと離れて寝下げ作ってを繰り返すとか。あ、違う。え、一応話には出てたと思うけど、うん、あのストライダー仲間にするってやつ。あ、まあそうだよ、ね、まあそうですね。ああ、そうだね。で、サドルね、サドルないじゃん。ないよ。そう、だからゼラ探そうみたいな話だったね。サドル移動禁止で手に入れる簡単な方法あるじゃんっていう。え、え、サドルを移動禁止で手に入れる簡単な方法。まあ、それ現実的にないと思ってた気をするけど。クリエイティブ？いや、ね、話違うね。スラッシュギブ、スラッシュギブ、スラッシュギブ。スラッシュギブか。しかも俺らがめっちゃ量産してるアイテムあるやん。え、竹？竹？ボート？量産してる。竹のサドル？いや、糸。え、作るんだっけ？え？まあ、作ることはできません、ちなみに。おー、糸で。村を探すってことですか？いや、いや、釣りだよ。あ、釣りだよ。確かに、出るか。出るわ。出るんだな、これが。いや、俺、移動禁止で釣っときゃいいんだよ、別に。村探すより全然現実的だわ。絶対こっちの方がいい。絶対現実的。だから、金時にはとりあえず12時間ぐらい釣らしといたら。おい、耐久させんなよ。まあ、金時12時間釣れるからね。金時は釣れるから。実証されるからな。釣りしたい。釣りしたいよ。釣りしたい。するか、じゃあ、まあ、今日は釣り、まあ一旦釣りやってみて、どんぐらい出るかはやってみたいかな。いや、確かに。え、じゃあ先にもう釣り開始してまーす。はい、みんな来る前にサドル釣っちゃう、はい、よ。じゃあ俺もやっちゃおう。6個欲しいよね、6個ね。まあ6個は欲しいよな、最低6個。これ1個でもありゃ相当変わるから。出る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 。てて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 、一瞬できんこれな、これ。何それ？え、オムニーさんの曲。え、なんか全然遅いんだけど、騙されるやつ来るの。騙されるやつって何？え、あの、あ、釣れた。お、釣ってる。釣られるやつって騙されてるってことだよね、これ。あ、釣られるやつのことを騙されてるやつが来るって表現してんだ。そう、愚か。結構独特じゃん。お、めっちゃ釣れるぞ、これ。え、サドル、ちなみに確率はまだ調べてないけど、知っとく？いや、ちょっと多分知りたくない確率だと思うよ。全然知りたくない確率の可能性高い。で確か12時間やって、あ、そっか、金時分かるのか、大量のデータベースあるじゃん。データベースあるけど、全然だと思うよ。でもあれ、本当に、あれ、本当だったら相当釣れないね。あれ、本当でしょ。何個だった、何個だったの？でも、いや、でも6倍、6倍。9個とか。いや、じゃあ、6倍。6倍だから、ね、でも54個、54個。なんかさ、宝釣りついてない。あ、ついてない、ついてない。絶対につかないので、釣ってた。うん。そう、宝釣り、釣り竿釣ってたら、宝釣りの釣り竿釣れるから。あ、確かに。ああ。確率全然高くない。無限ループができる。宝釣りそれで回せばいいのか。そう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 、はい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 。宝釣りで宝釣り、多分釣りずっと回るから。入れ食いとかもワンチャン出たりするのかな。 あ全然出る出る。おー、だからそれで効率をどんどん上げて修繕の釣りだもん。確かに出る出るし、ね、入れ食い確かね、宝くり率逆に下がったんちゃうかな、ったっけ。入れ食いやめたな。なんか同時につかないんじゃなかった、入れ食いと宝釣り。つくよ、つくっけ。なんかでもそのスマイルが言ってた系の何かあったような気がしなくもないぞ。トロサーモン、どこ釣りしてんのみんな。何今、川川ジャングルトロサーモンいたな、今。通りすがりのトロサーモンいなかった。川でいいんだっけ。なんかね、定義があった、そういえば。あの5マス以上の 5×5×4。まあ川ならいいんじゃね。え、釣った人から出なかったら完全に裏下げる。ネザー遊びに行っていい。何でもいいよ、別に。あーいい、あーやばい。ロストしたらまた、ロストしたら釣りか。なくしたら釣りえ、そうじゃん、死んだらロストやばくない。
やばいんだよね。いや予備含めて何個か欲しいけど、ね、それは無理だよな、さすがに。さあ見て思い出す。ああ、いかやばい、こいつ。こいつやばい、こいつやばい。あ、何？あ、宝？いや、騙してみた人間も。うわ、魚と同じ。釣られたわ。まんまと騙されるのかなって。まんまと釣られた。オウム貝の貝殻。貝え？なんだと？やばい。宝取りなしで何？そんな二回目だよ。誰が最初？あ、ええ、本当に？それ頼むわ。え、本当に行くの？僕一人で。ダメか。行きましょう。一人は危ない。行けない。じゃあ、いや、一旦やっても効率下がるから。まあ、確かに。別にブルークが2個釣ってくれてもいいしね。確かに。確かに。え？なんかトリップワイヤーフックな、変なの出るんだけど。めっちゃ宝釣れんじゃん。ゴミだよ。ゴミだよ。あ、ゴミか。で、釣り道すればいいんだけど。そこ食料問題も。え、なくなってるじゃん。おー、結構出るの？出るね。ちなみに宝 10% です。あ、え、そうなの？うん。のうちの、エンチャなしで。のうちのね。のうちのサドルが何パーかよね。まあそういう問題なんだよね。それは知らんけど。まあ知らん方がいい人は知らん方がいいかもしれない。ちょっとやだ。まあ釣り竿で釣れてる人いないもんね。うん。釣り竿釣れないわ。釣り竿も宝だもんね。まあ、俺が釣りたいって気持ちは、俺が一番強いけどね。まあそうか。一億センスあると釣れないから。まあ確かに俺は別に他の人が釣ってくれればいいかなって心のどこかで思っちゃってるから、ね、釣れるなそいつ釣れちゃう不条理な世の中だ。多分ブルークもサドルゲットした人からネザ言っていいんでしょっていう発言はもともとそういう気持ちだったんでしょ。そうそうだね、割と誰かが釣って誰かが行くんだろうなって思って俺は一生釣りしとくわみたいな。まあ釣り楽だしみたいな。お、延長延長釣りと釣りと来たスマルが釣り延長延長乗る入れ食いさん耐久力もう1ぐらいしかない。ダメだこれ。うん、すぐぶっ壊れるよこれ。耐久が低いのか。あ、でもなんか金どこあれば直せんだっけ。ああ、金どこあれば。最近知ったんだけど、切り替えたら耐久減らないらしいよ。え、どういうこと？まあ、そうだそうだそうだ。なんかね、投げる段階と、なんか引く段階で確か、あのさ、変えて、変えたら。どっちで耐久減るかって。そう。変えたら、変えた先で減るみたいな。ああ、釣り竿2本あったらってこと？そうそうそう。普通の釣り竿で耐久吸収できるらしい。そうなんだ。ずっと入れ食いできる。入れ食いできるのずっと。え？マジ？投げるタイミングになんか判定があるんかな？じゃあ延茶効果は投げるタイミングに判定があって耐久が減るのは引いた時の。そうそうそう。じゃあ2個別につなげる必要ないんだ別に1個に。そういうことか。ブルークイカ釣ってるってお前。ありがとう。じゃあどうボケようかなって考えてた。あ、革のブーツ履いときます。おお。うん、どうせすぐ沈まないね。この雪で。井戸ダメ。みんな今日昼ご飯食べた？食べてない。食べてない。まあ朝か昼かみたいな。ブランチってこと？まあブランチだね。確かに。ブランチも食べてないんでしょ。ブランチは食べた。ああ、食べた。何食べたの？なんかメンチカツみたいな。みたいな。じゃないパターンあるんだ。じゃないもの。わかんない。メンコロじゃない。わかんないもん。あ、メンコロね。メンチカツです。あ、あ、出た。出た。12時間で結構嘘。嘘じゃ。ちゃんと見る。ちゃんと見る。俺の体感だったから。あ。9個も出てなかったちなみに今なんか明太子みたいなの釣れたなと思ったなんかちょうどさその明太子ではないホットバーに入らなかったのよなんか持ってたあれ的に そしたらあったねあなんかなんか出るな高菜ね2人目出たけど行かないもう行けよな僕と中村ってどうよってまあまあいいよ、まあね、ちゃんと出すじゃ6個出すからねこのペースは全然出るじゃん出ちゃう、うん、出ちゃうかこれおいまやみんな結局リスあれじゃない？今目的としては勝ったよ。ん？ちょっと切る気を伸ばしてる。俺じゃねえよ。鮭で。俺だよ。誰？すまない危ない後ろ。いや何？危ない後ろなんかの危ないと思ったけどボートに乗った。守ってくれるから。確かにボートはバリケードだからな。6人連れたら行くってこと？
まあ、うん、そうだ、ね、自分とかそこ運いいと思うんだけどな。めちゃめちゃ上振れてそう。全然上振れてると思うよ。画面がすげえ青い。あ、ちょっと来た。耐久さんの釣り竿でした。残念。あま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 あ。でも耐久無限にできるんだったら一番いらないね。なんかドラウンドいるよ。ドラウンド。なんかこの下に。え、でもこいつ。あのあ、こんにちは、こんにちは。こんにちは。挨拶しに来た。食らわないんだ。待って、入れ食いえぐいぞ、これめっちゃ食いつく。マジ？え、どう？耐久減らないの？減らない、減らない、減らない、多分。すごい。入れ食い3でしょ、しかもそれ。ああ。3、8違うんだね、これ。こうやってどんどん効率が上がっていくのか。なんかね、さっき、雨だと釣れる確率上がるって。あ、そうだ、上がる。あ、なんかあるよね、それ。そうだ、上がる気がする。なんか上がるんじゃない、確か。へぇ、めぐみ雨だ。絶対に俺こいつに阻止されてるわ、今。ちょっと取られるよ。なんかね、ぶつかってるんだよね、なんかに。増えてない。もう一回やってみよう、もう一回やって考えてみよう。殺せよ、じゃん。殴るだけだわ、別に。8、6。あ、取れたわ。でも、邪魔だから。食料は結構増えるな。そう、そうだね。これ食料増えるもんな。うん、てか、焼きながらとかの方がいいかな、じゃあ。それがいいかもな。ブルークまたスルーした。え、ま、あ、俺の隣の人もスルーしてるから、いいよ。なんかさ、ちょいちょいさ、周り見るタイミングとか。外れかなと思って。いや、わからねえだろ。サドル逃してます、この人。サドル逃してるかもしれないよ。これ、入れ食い半分ぐらいになる時間、エルビーさんだったら。雨もあるのか、雨もあるかもしれない。スマイルさ、それさ、一回さ、うん、ちょっと早めにさ、切り替えるバージョンしてやってみてよ。ああ、そういうこと？その、要は、で、そうそうそう、ブクブクが来てからだと？いや、ブクブク投げた瞬間からずっと入れ替えて、入れ替えても交換とかも。そうそうそう、投げた瞬間に入れ替え？投げた瞬間とか、まあ、着水して、あ、もうすぐ入れ替えちゃうみたいな。あ、そうそうそう。お？あ、なんか、釣れてね。水入り瓶。いや、早いな、スマイルの。投げた瞬間に入れ替えてる、もう入れ替えてるよ。え、修繕？修繕？修繕の無限釣りじゃん。修繕なだけ。修繕は無限釣りだね。無限でできるよ、もう。困んないじゃん。あ、これ早いかも、すぐ入れ替えても。釣り竿別にね。あ、本当？投げた瞬間の判定かもしんない。あ、いや、え？投げ、早っ。修繕と入れ食いがあればもう一生入れ食いじゃん。確かに。確かに。早すぎる。早すぎだろ。全然すぐ入れ替えて問題ないじゃん。いいな。じゃあ入れ替えていいな。投げるとこまででお仕事終了ね。お、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 入れるぞ。修繕耐久さん、はい、勝ちです。おー、やばい、みんなどんどん強くなってる。受け皿、受け皿制されてる。もうスリーダー作んなくていい。そうだよね。まあだから移動用、移動用ではすぐ壊れちゃうかもしれないけど、でなくなるから釣り用かな。釣り用の釣り竿が今確保できたってことだよ。嬉しいんだよ。釣り道具さん、確かに耐久さん修繕。お、かもらもらもら。そうだ、消滅の呪いついてるから、ああ、死なないように気をつけてください。なるほどね。まあ、すぐ釣れんだろ、こんなや。まあ、どんどん回復していくよ。耐久さんと修繕ついてるから、まあ、もう絶対壊れない。最強やん。修繕使うと全然減るより増える方が早いの。全然増えるが早い。1回でさ、ちょっと最近俺がハマってる昼ご飯の話していい？知りたい。さっきね、さっきの。いや、まあ、もう結構人によって、まちまちかなと思うんだけど、俺はなんか最近、ウーバーで、餃子の王将頼むことが多いのよ。はいはいはい。餃子の王将の、チャーハン天津飯ってのがあってさ。あるね。あ、天津チャーハンでしょ。そう、天津チャーハン、そうそうそう。ああ、めっちゃ食べてるよ。食べた。あ、食べる。俺最近めっちゃ食べるんだよね、それ。めっちゃ好きだよ、天津チャーハン。あれさ、だしがさ。裏メニューなのよ、あれ。あ、そうなんだ。あ、そうそう。裏メニューなんだ。そう、人気だったから表に出てきたやつ。へえ、あ、俺さ、あれさ、だし3つ選べるやん。うん、強風どうなんかみたいな、ね、強風、甘め、甘だれ、塩、強風だった。甘、塩、強風みたいな3つあって、俺最近塩にハマってるんだけど、シャケは俺強風、強風派ね。強風どういう味なの？どういう味なんだ、俺京都っぽい味。薄味なの？全然京都っぽくない。薄味でもない。全然味が濃い。京都っぽいわかんのかよ。全然京都じゃ。京都しょっぱいは、しょっぱいの。しょっぱい、え、しょっぱくはないな、別に。まあしょっぱいけど、最強焼きみたいな味。全然違う。全然違うのかな。わかんない。でもなんかちゃんと食べ比べないとわかんないかも。なんか俺一応どっちも食べたくなるけど、最近塩食べてるってだけで京風の記憶あんまないんだよ。京風って別に記憶ないよ、味の。とろみただの
あ、とろみがついてる。宝全然釣れないんだけど。もう、王将頼むか、今。あれでも宝全然釣れねえな。ちょっと食べたくなった。気のせいか。食べたい。なんかしょっぱい天津飯好きなんだよね。なんか甘いとこマジで。あ、わかる。それはわかる。それはわかる。実際うまいからちょっと食べてみてほしいわ。食べます。うまいね。天津チャーハン。餃子の王将？大阪王将。あ、来た来た来た。餃子の王将。え？え？裏が。何が？ウーバー来た。ハドル来た。ウーバーは来ない。そんな喜ぶウーバー来た。キャ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 。来た来た。めっちゃ腹減ってるやん。何日ぶりの。もう3個でしょてか。もう3個か。え、確かに。全然いけるやんこれ。これすぐ全部。ハート2個分ぐらいいらんかったやん。そうや。そしたら現世もめっちゃ楽じゃん。現世もさ、動けるとこじゃん。豚も別に。でも一旦人参の。あ、人参。人参は。あ、人参。村目消えたことない。ないね。人参結局村？忍者村だけ。それあれでいいんじゃないか。トラップタワーでさ、あの経験値用に改良すればいいんじゃない？経験値トラップタワーで作る。いやーそれ結構高くなる。だいぶ余裕持って低く作ってるから。それだってさ土台をさ上げればいいだけじゃないの？お、イカスミ10個。え？お、出た。それめっちゃレアね。12時間で1回しか釣れなかったと言われる。え、なんか。激レアゴミ？イドダメ。ぐちゃぐちゃだ道ぐちゃぐちゃすごいよ、なんか帰れないもんね。まっすぐだったのにな。ボート持ってきてないよ。竹はあるけど。ボート釣れないとちょっときついかもしれない。ボート持ってきてないよ。てかボート引き寄せればいいのか。まあ釣りざおで。海だったらなんか結構引っ張れそう。うん。無意識で切り替え。おお。え？え？出る。マジ？え、マジ？めっちゃ出てるな。おい、これやんマジで。全然出るじゃん。なんだ、全然出る。何村って。誰村とか言ってたよ。本当に。人参は欲しいんだよな。どうせ村。人参欲しいんだ。だからストライダーって現世連れてこれないんだっけ？来れるよ。これこれこれ。え、じゃあとりあえずさ、でも遅くね、ストライダー。豚の方が早いよ。いやそりゃそうだけど、とりあえずストライダー連れてきてそれで村探す方が。そうだな。あ、ここまでできるんだ。あ、なんか本できた。本、エンチャボン来た。お、パンチ1。微妙。微妙。ちょっと絶対使わないのよ。このワールド。あ、今誰かスルーしなかった。あ、はい、あまりにも早く、あまりにも早い食いつけた。ちょっと。お前なら見逃してるわ。はいや、え？三秒ぐらいできた今。雨効果あるぞこれ。雨ブーストあるよこれみんな。雨効果あるね。あるね。雨入れ食い。雨入れ食いさん最強かも。雨入れ食い最強か。いいな。まだ釣り竿釣れてねえわ。俺宝全然釣れない。そんなもんか。ゴミも宝も全然釣れてない。釣り竿来ました。お、耐久3修繕。はい。また？はい。何個あんの？欲しい人。それもじゃあ。え、それスマイルと組み合わせたら最強なんじゃない？無限釣り？スマイルの入れ食いと組み合わせるのがいいんじゃない？宝50個来た。やば。大台突破。大台突破です。あ、やべえ、雨やんだ。ああ。ボーナスタイム終わり。ボーナスタイム終わりか。レベルめっちゃ上がってんな俺。16だ。他に高い人。俺16。4だけど。なんでキリアン追いついてんの？入れ食いの。急に。やっぱつまりサボってない？いや、サボってねえよ。修正だ、修正。ずっとキリアンに座れてたから基本的に上がってない。あと2つ頼みますよ。フグってさ、調理方法あるの？ない。ない。ないね。何そのゴミ。でも、ポーションに使えるやん。安心。あれ？水中呼吸だっけ？水中呼吸。安心は何だっけ？安心は金人参。ああ、いや、やっぱポーション詳しいな。なんか言えよ。そうだよ。肯定。あんまないよな。そうだよ。ほんとだ、直前でも。直前でもいけるわ。はい、耐久力3修繕。はい、出ました。まだ？はい。こんなに？欲しい。4つ目。ちょうだい。はい、よっしゃ、あ、うま。あいつなんか人からもらってばっかだな。いや、古事記じゃん。いや、そんなことはない。え、俺ブーツめっちゃあるんだけど。ブーツめっちゃ釣ってる人いるんだけど。釣り下手な人じゃん。あれ釣り竿出てなかった今。あ、すごい。あ、釣れてない。全然。それ楽しいね。なんか
何これお前これに楽しみ見出したら終わりになってまして、みんなやったらちょっと遅くなるだろ、テンポ。あ、楽しいこれ。上に投げすぎだろう。こんなんで楽しめるようになっちゃったらもう末期だって。もうやっちゃう。あ、今熊の実俺んとこ来たよ。熊の実って釣れんの？釣れるよ。絶対よ。釣れたよ。てか初めて来た釣り竿、え、ね、熊の実他人のだった。熊の実ってマジでさ。後ろのお客様からです。ブルー君今逃したね。ちょっと相当だけど。警察いっぱいいるね。厳しいんだよな。見てるよ。厳しいな。あと、あーっと。あ、え、詰まる逃したし今。何釣れたんだよ。あ、ミスター助け。落水です。したねー。いかに阻まれました。何やられたよ。ただこの顔。でこんなにゴミ釣れるの。やばいな。今のさ、ギリ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 狙ってる？もしかして。沈んでから何秒後まで判定があるか。でもギリギリ狙ってミスる労力とあれだったら絶対ね。絶対ミスった方がいいよな。なわけ。なわけたわけ。たわし。パゼロ。関口博士の東京フレンドパーク。おい、本邪魔か強かったよな、あのホッケー。本邪魔かの黄金系。あんなにエアホッケー強いやついるんだって見て思ってたもん。本当に強いの、あの人たち。本当に強かったよ。いや、強いけどね。ほぼ負けてなくなかった。ほぼ負けてない。だってあれ倒せないといろいろできなかったでしょ、確か。どうなんだっけ？確かそう。倒せないの？最後だよね、あれ。最後に絶対やる。しかも毎回なんか変な着ぐるみ着せられてさ、動きにくい中で戦ってるわけじゃん。誰かあの着ぐるみ応募して通った、実際に着てもらったよって人いないのかな？あれ応募とかあれ視聴者応募だ。あれ視聴者応募だよ確か。なんかイラスト描いて送られて、あ、そっか。そう、それが着ぐるみになるんだよ。いや覚えてんな。なんかいい。でも釣りって変に期待しなくていいよね。なんかマジで期待してないもん。まあなんかこっちの払ってるコストが低い。おい今ブルック、え、おー今つまり伸ばしてる。でも角度によって見える見えないある、もしかして。ないと思う。なわけなわけなわけたわけたわしい、たわしい。パゼロ杉口博士の東京フレンドパーク、本邪魔かホッケ強すぎ案件。ここまでテンプレね。ここからテンプラ。ジュワー、優しい生活、優しい世界。テンプラうまかったよな。まあとね、でもやっぱコースのテンプラは重たいね。なんかあの時間かけられるのきついわ。そう、なんかあのマジ腹くかった。カウンターでさ、なんか言ったらじゃんじゃん上げてくれるとかあるじゃん。あそこ、ああいう天ぷらはね、結構もう自分の食べたいタイミングで食べたいやつをねバンバン頼んでけ。おい、スマイル釣れよ、スマイル。え、マジ俺警察に囲まれてるぞお前。天ぷらの話に夢中になっててダメです。最後から近づく、最後から近づく、関口博士に気づかず目が覚める。そこはフレンドパークだった。いいよ、いいよ、デスゲームなんだ。フレンドパークやりてえのに。鮭の身体能力だときついものがある。最初のなんだっけ、最初のやつジャンプのやつでしょ。俺絶対得意だと思ってたよあれ。お前ひろみちお兄さんのプレイ見てからそれ言えない。めっちゃひろみちお兄さん出るたびにめっちゃワクワクしたのあれ。ひろみちお兄さん、そう、ひろみちお兄さんずっとズルだからねあれ。登るからあれ。あ、そう、登るんだよ。剥がして登るんだよあの人。剥がして登るんだよあれ。だんだん剥がして登る人。限界突破するんだ。いいの、あ、弓。本にさ、エンチャント逆に移ってできないよね。移す？いや、その。できなかったっけ？そのカード耐久さんを本に移す。ああ、それは無理だよね。それ、エンチャ台じゃなかったかな。あ、なんか出た。エンチャ台ならできるよね。エンチャ台できるのは本に直接つけるって。本に直接つける、だから移動はできないのか。すでについたエンチャも、うん、エンチャ本には無理。射撃ダメージ4とフレームの弓出た。強い。耐久は？耐久4。カード欲しい。4発打ったら終わります。カード最強じゃない、マジ。ね。てか。え、エンチャンしなくてもこんな手に入るんだ、強力なエンチャント。うん。カードコ作らね。全然ありだな。全然最高、ね、ここまで来たら。
ね、ゴーレムトラップじゃないやん、じゃあもうゴーレムトラップか、キリアン。おぉよろしく。おい、何も言ってないだろ、キリアン。おい、まず村から、その意味使いたいよね、やっぱキリアン。使いたいの、俺に言うな。俺に言うな。マジでドラえもんだと思い始めてる。え、次回俺ら案内してくれるんでしょ。うわぁ、ちょっと来てください、こっちに。楽しみだなぁ。村見つけてるってことやん、それ。トロッコとか敷設しちゃってんの。うん、こっち進んだら生トラップです。進んだらゴーレムトラップです。おい、エンダーマンまで作ってたらもうエンドラ倒しとるやん。エンドラ生かしてありますね。ナーフだ。これ倒したら終わっちゃうんで。あ、本映るだ。メモ、じゃがいも、玉ねぎ、牛肉、人参。この番組は面白い6人組ワイテルズとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。